前線訪問中のポアンカレフツ大統領、大戦勃発にあたり、ユニオンサクレを提唱した。ユニオンサクレもしくはリュニオンサクレとは、第三共和世紀のフランスにおいて、第一次世界大戦の勃発により成立した、国内諸勢力間の、特に労働運動、社会主義運動と政府との間の協力関係である。日本語では、新生同盟あるいは特別して、 神聖なる同盟とも称する。1914年8月、第一次大戦の勃発に際して、フランス労働総同盟は、祖国防衛を声明し、また、大統領ポワンカレが発した呼びかけ、フランスはそのすべての息子たちによって、英雄的に防衛されるだろう。その誰一人として、敵を前にユニオン作例を生み出すことはないであろうに、こうして、社会主義派の議員は、 政府の戦時交際案に賛成した。このような協力関係は、ポアンカレによる呼びかけの一節にちなんで、ユニオンサクレと呼ばれたが、総力戦の進行に伴う国民経済の逼迫により、開戦翌年の1915年には早くも実態を失った。以上のような歴史的背景を離れて、より一般的に国民統合を象徴的に表現する際に用いられる場合がある。 ありがとうございます。